1984年の南海ホークスでは、1984年の南海ホークスにおける動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、穴吹義吉尾監督の2年目のシーズンである。1960年代の黄金時代の輝きを取り戻すべく、ユニフォームはこの年から深緑となり、プルオーバー式を廃止して、ボタン式を復活。 新ユニフォーム採用のチームは4月を首位と1ゲーム差の3位で、終えると6月までは A クラス争いに加わった。しかし、前年同様夏場に弱く7月後半から勝ったり、負けたりの繰り返しで、8月20連敗を記録するなど6勝16敗1分の借金10で A クラス争いから脱落。チームは西部に抜かれて5位に転落すると、そのまま全日程を終了した。 投手陣は、抑えの緊張期待が不調だったものの、先発陣は、ダブル3内の活躍に加えて、畑山人志や藤本修二が、ローテ入りするなど、明るい話題もあったが、チーム防御率4.89は、リーグ5位。打撃陣では、新外国人のジェフ・ドイルとクリス・ナイマンを、はじめ、荒井博正や角田博光もそれなりの成績を収め、633得点は、リーグ2位で、 本類打は159本で、リーグ3位と検討するも守備が荒く、近鉄と共に、リーグ再開の115失策を記録した。この年入団の内輪が 192cm と、大柄だったのに対し、ドイルは 20cm、低い 172cm と小柄だったため、デコボココンビとして、ファンに親しまれた。ありがとうございます。